透足類研究者の久保寺です。えー、今日は皆さんにですね、透足類イカタコの中で皆さん一番馴染みが深いと思われるスルメイカ、まあよく食卓で食べると思うんですけど、そのスルメイカの体の仕組み、それがどうなっているかをですね、ぜひ紹介したいと思います。例えば生き物の体の仕組みを調べる、その時に結構体の中を調べないとどういう格好をしているかとわからないですよね。 で、今までって割とそのカエルだとか、あるいは魚使うところもある。でもね。その魚でもカエルでも、もう最近解剖できなくなってきました。うん、というのはですね魚もカエルも解剖すると赤い血が出てくるんですね。で、血を見るのは嫌だっていう子供が結構多くてですね。それで一番いいのはですね。このスルメイカまい、あ、かの仲間なんですね。で、イカっていうのは我々と違って骨もありません。 ただですね軟体動物の中で一番進化している生き物で体の構造なんんんかほととど人間と変わりませんですからイカの体を調べるとあ人間と同じように消化管があって心臓があってエラがあってまあエラは肺ですけどね、まあ、そういうような形でどういうような体の構造になっているかというのは非常によく分かる。イカの大きさを表す まあどこを測ったらいいかってことなんですけどまずイカの場合はですねこの胴体の基後端から外灯膜のちょうど背,背側ですね背側の外頭膜の一番21.2ぐらいですねまあ2 1ンチぐらいあるスルメイカだというふうに言いきます。 あとこれが外頭膜っていいまして一番き、まあ、スタンダードな長さになるんですけどもう一つこれだけじゃなくてですね今度ヒレの後端から腕の先端まで大体いいこのくらいの長さこれが3 4三十3 4ンチぐらいあります、えー、とこれは外頭腸と言いますけど今の測ったのが体長体の長さ体長っていいます。あとともう一つですすねイカをを表ののにここ触腕を全部伸ばした長さちょっとこれ えー、メジャー届かないですけどこの触腕を全部し伸ばしてですねこうやって測るとこれが全長って言いますあの例えば大イオウなんていうのは触腕がうんと長いんですよねですから大イオウイカぐっと測っちゃうと全長っっててううととメーータかさでも本当は外頭膜だとかこの腕さっきの外頭腸だとかあるいは体長そんなに1 8ー,ターってことはありえなくて大イオウの一番大きいのでもこの外頭腸が2メー,ターぐらい。 で体長というところで5メーターぐらいが一番大きいんじゃないかというふうに私は思ってますまあ、でもまあそれにしても大岡とこれに比べるとすっごく大きいよね、うん、広がってるとこういう色が出ます下から見上げられた時に